なんや。イントネーションちょっとね、最近よく言われるんですよね。関西弁。なんだろうな、家族といる時も関西弁で、で、最近、そのツアーの時も、まゆたんとゆみきなおの3人でよくいるっていう話を、乃木坂工事中でしたんですけど、やっぱなおがめちゃくちゃ関西弁だから、結構ね、なおと喋るときは関西弁出ちゃうこと多いですね。で、それを聞いてまゆたんが、ずるい、私も方言で喋りたいっていう 言ってる、いつもまゆたんが。そう。関西弁出るのはとてもいいこと。ありがとう。ありがとう。とてもいいことだった。ビームください。後輩とのエピソード。後輩、なんだろう。最近はでも、さっちゃんとお仕事一緒になること多くて、そのちょっと前も、もうほんと数日前とかも、さっちゃんと喋ってましたね。さちゃん。さちゃん。逃避行もさっちゃんと行って楽しかったし。ね、可愛らしい。美人、めちゃくちゃ美人だけど、性格は超明るくて、可愛らしくて。でも気遣いができる。可愛い子です。ほんと。そう、テレさ、テレちゃんって呼びたいって書いてあるブログに、テレちゃんって呼んじゃおう。許可取ってないけど。お誕生日にくれたんですよ。ベビチッチ？なんか、人形ちっちゃい。それをね、カバンにつけてたんですけど、引っかかっちゃって取れちゃって、家に置いてあります。テレちゃんにもらったやつ。